万歳！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 万皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで、この我々の陣営にも桜の花が咲きました。これからは、いよいよその我々の課題に向かって走り始めなければなりません。一つは、少子高齢化人口減少に向けて、とにかく大分県地方から元気を出す大分県版地方創生をやれるんだと。そしてまたみんなが安心して暮らすことができるように自然災害に対してもう一度しっかりと手を取るということでございます。そして3つ目はやはり先端技術産業への挑戦と。先端技術を活用して地域課題の解決に向けて努力をする、あるいはまた先端技術によって新しい産業のフロンティアを作っていくことです。どうぞこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。私は一つこの目標として大分県議会議員になるという決意を持ってこの選挙に挑みました。ただ夢は佐伯市をはじめ大分県を若い力で盛り上げていく、この使命をしっかりと果たして私の夢である皆様の生活に貢献したいということをこれからしっかりと政治の勉強をたくさんし、皆様からたくさん学んで、しっかりと突き進んでいきたいというふうに考えております。これが本当にスタートラインに予約立てました。これからしっかりと全力疾走で、また若い力で、佐伯市を盛り上げていきます。皆様これからも背中を押してください。お願いいたします。